年には年を入れて、そうですね、ウーマンですかね、はい、はい、道場は直近で通していました流局です。この曲は浅見猿川の二人転廃です。ハイパイはね、東条小林だったんですけど、まあ親がね、先手取れたの大きかったですね、浅見ね。終わってみればハイパイ苦しかった。2人が転廃を取っています。そんな三脚2本馬、強卓2本、上がりの価値が高くなってきたところでしょうか。ドラは2番、転廃でつないだ親番です。浅見のハイパイ、ドラ1枚、ソーザ1メンツ、あーいいですね、あードラ2枚になった。これだいぶ希望が持てそうです。なんちゃの登場、形少々苦しい、両面はドラ受けのリャンウーマンのみです。こいつのシャアはオタカゼ、シャアちゃんの小林、あドラだ、お、ここもドラドラということで、浅見と小林ドラ持ち合っています、うん、そして小林はトンのポンもありますね。あ、形は猿川だ。ただこれドラドラお二人が頑張りますね。ですね。登場はちょっとね厳しいですけど、ぶつかり合いが起きそうです。いやー猿川もねリーチできたらね大きい点になりそうです、うん、さあ浅見今回全員と M リーグ初対戦ということで非常に楽しみだというお話もありました。とにかく目の前のゲームをきちんと打ち切ることに集中したい、うん、3着は嫌だとね、ポップのお話もありましたけれども4よりは3、そして打ち切り頑張って打ち切った3着ならきっとチームメイトも許してくれるはずだと。そうですね、うん、まああのラス引きそうだったのが3着だったら、それはそれで、ね、価値ありますからね。逆に言うとドリプンズは、うん、年明け4着ないんですよ、うんうんうん、確かに。おお、カンちゃん引き入れました。これ大チャンスだな、はい、ちゃんとがないじゃんってね、うん、あ飛んでました。これを小林がポン。今回はドラを2枚持っているので打点もそこそこあります。おっと、辛い辛い。これは強卓2本がやっぱり大きいですか。これ形は全然泣きたくないですよ、マンズでジャント作らったんで。いやー、いち早く転廃のウーパー総待ちです。いや強卓2本とあと小林の仕掛けが入ったからっていうのもあると思います、ね、スピード合わせていきますかというところでしょうか。ウーソー2枚、パーソー1枚残っています。だってこれね、マンズでジャント作ってソーズで待ち作るっていうのがまあ面前の手順だと思うんですけど、うん、ズバッと実施してね。ただドラがもうないじゃないですか、リャンマンが、うん、もしかしたらマンズの街で苦戦してたかもしれませんね。確かにそうね、リャンワンとかになってもね全然上がれなかったですね。リャンメン、リャンウーマンに取りません、だって、うん、取りますね、最後3、4、5、5の転廃になってもおかしくなかったかもしれません、うん、いやただシビアな泣きが入ったのは事実です。小林はバカゼのトンをポンしています。すでに役はある。猿川しばらくはこのままか、まだ赤ウソも残っている。浅見これでイーシャンテン、カンチーピンが急所になるかもしれません。ドラドラ持っている小林、あとは形を作るだけです。浅見はウッパーソーがイシャンテン残ってるんだ。チーピン入ったらウッパーソー対決になりますね、はい、うん、そして浅見ピンズの形が非常に良くなりました。考えるってことは3ピン先に打つかですかね、まあ、ただ目いっぱい打ちましたね、うん、はい、シャンポンの受けも残した形です。ドラ引きテンパ嬉しいですもんね、浅見、まあ、実際は山にないんですけれども、うん、サルカはスピードに振り切りました。ここはぜひとも上がりまで持ち込みたい。浅見もリーチまで行きたい。ドラドラです。登場は4と1。小林も全然進まないですね、泣いてから、うん、手が全然進んでいません。待ち替えはせずウーパーソー続行です。まだウーパーソー減ってないですからね、うん、
あとチンしてからずっとつむぎりなんでね、サルカー天杯かどうかちょっとまだ他の三者はね判断しにくいですよね、ただ手が進んでない人かもしれませんよね、うん、1個泣いてるだけですからね、はい、関数マンを泣いています。赤含みの関数マン、あーすまんな、あごめんなさい、泣いていたところでごめんなさい、引っ張られちゃいましたね、ちょっといえいえ、チートイージシャンテン、はい、登場チートイージシャンテンまで来ました。いや小林本当に進まない、サルカワもなんとか上がりまで結びつけたいがちょっと焦る時期か、そうウパソーは使えるんです、イースーチーピン3連チャン、親の浅見のリーチです。これサルカワも頑張ると思うんですよね、登場はチートイツイシャンテンでしたが、おローマンは現物、ただ浮き牌のイーピンが浅見の上がり牌です。イーピン危ないな、これイーピンしかも、ね、3枚山、枚数的にも十分です。チームは切りやすいところか、うわー一発だー、リーチ一発つもピンフドラドラ、6000は6200コール、はい、6000は6200コール、ごめんなさい、裏1じゃ変わんないですね、ちょっと余りましたね、はい、一発だったので、いやでもこれは大きな上がりです。6000は6200オール、レンちゃんからチャンスをつかみました、浅見巻一気に抜けましたね、はい、サードリブンズの連続3着に終止符を打つ存在となれるか、トンの3着3本馬、ドラは小さそうです。